はい、YouTube の皆さん、よろしくどうぞ発声ですということでね、12月13日金曜日ですね。もう夕方ですね。てかもう日が暮れるのが早くなっちゃったから、もうね、夕方かなって感じするんですけど、まだ3時40分ですね。はい、昼ご飯を食べてきました。今回はまあ、おろすのがよいしょおろすのが遅くなったんで、ね、国見のあそこ、厚かしの里道の駅のあのバイキング今日は行けなかったんで、大健、はい、大健ラーメン行ってきました。大健さんでちょっと久しぶりに行ったんですけど、まあ、今回味噌パイコーメンデラックスじゃなくて普通のパイコーメンにしたんですよ。普通の醤油の方のパイコーメンにした。まあうまいんだわ。うん、まあね、動画でも何回か紹介してますけど、まあ、本当にうまくて、まあ、それはね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でも皆さんご存知の通りだと思いますけども、今回感動したのがですね、大健さんって、ね、お料理待ってる間にね、こう無料で食べれるお漬物をね、こうつまみながらみたいなのが結構ね、僕も好きでやってるんですけど、結構ね、その自家製っていうかね、多分自分で仕込まれてるんですよね。そのシーズンによって結構ね、いろいろ変わる漬物があるんですけど、今回ね、キムチだったんですね。うん、夏はね、キュウリだったんですけど、今回ね、キムチだったんですけど、そのキムチがやっばいうまくて、僕も今までね、結構本格的なキムチとか、まあね、キムチもいろんなの食べてきましたけど、いや、すごい発見だわ、これ。めっちゃくちゃ柚子味。うん。柚子がすごい。やっばいうまいね。うん。で、甘い。めちゃくちゃ甘いの。うん。いや、本当にご飯欲しかった。ご飯をそのキムチだけで食べてもいいかなっていうぐらい、もうこれ、ね、キムチとご飯だけでこう腹いっぱいにしたぎんじゃねっていうぐらいめちゃくちゃうまくて。いや、ちょっとね、これしばらく通うかなっていうぐらい今感動してるんですけど、まあ、うまい。マジでうまい。うん。柚子を入れてつけてるのか、キムチに柚子を混ぜてるのかわかんないんだけど、すっごい甘いの。うん。で、柚子の香りがすごい。もうご飯に合うってやつ。うん。素晴らしいね、あれは。はい。いや、そんな感じでね、結構ね、柚子料理、まあ和食でね、結構ね、柚子を入れると、だいぶね、柚子ってね、フルーツに見えながら、まあフルーツって思いがちなんですけど、意外とね、ご飯に合う。はい。まあ、そういうのがね、あるんで、僕も大好きなんですけど、今回このキムチは衝撃的だったよ。普通にラーメンを紹介した方はラーメンを紹介する動画を撮るんですけども、それね、前にやってるから、大健さんのラーメン美味しいよっていうのはもうね、結構な方ご存知かなと思うんですけど、パイコーメンね、僕が食べるいつもパイコーメンの動画ね、まだ見てない方見ていただければと思うんですが、ね、今回は動画撮るつもりじゃなかったのに、撮っちゃいました。はい。いや、だってこれ紹介せずに隠してるわけにいかないもん。うん、これはみんなに絶対してもらった方がいいなと思って、絶対紹介した方がいいと思って、今回ね、紹介させていただきました。いや、うまい、マジで。うん、味噌ラーメンじゃない、ごめんなさい、柚子キムチ。うん。最高でしたね。はい。キムチ食べた瞬間、何これキムチなのになんか違う味がするぞと思って、なんかこのいい香りはこれ柚子じゃんみたいな。はい。迷うことなかったですね。もう、もろに柚子だったね。これは、ん?これ絶対柚子じゃんみたいな。これ柚子ですよねって言ったら、うん、そうなんですよ。柚子入れてるんですよ。というか、いや、だよねーみたいな。素晴らしい。こんな新しい体験ができた、ね、貴重な体験をみんなに伝えないわけにはいかないってことで、早速ね、動画にさせていただきましたけども。いや、惜しかったのがさ、今日さ、ご飯時すぎてるじゃん。夕方っていうか、まあね、3時に行ったから、結局その、昼ご飯用のご飯が売り切れなのね。もう晩ご飯になると晩ご飯のご飯炊くんだけど、ちょっと中途半端な時間だから、あそこの大健さんってね、炊飯器を3つぐらい持ってて、それで常に炊きたてが出せるように、ローテーションしてるんですよ。なんで行くたびにね、あれ炊飯器変わってるなって思う人もね、いるかもしれないですけど、ご飯をつい作って置いとくのがあんまりね、良くないのか、結構ね、炊きたてを出したいっていうのでやられてるんで、まあ、こういう中途半端なご飯があんまり出ない時間はね、多分炊かないんですよね。だから昼ご飯のご飯がなくなっちゃったんで、もうね、ちょっとごめんなさい、夜まで炊かないんですよって言ったんで、まあ、そうっすよね、みたいな。僕のために炊いてもらって、それ全部食べるんだったらいいけど、そこまで元気でもないし、いや、ラーメンも食べたかったからさ、いや、これ知ってたら、正直、キムチご飯だけで、ご飯、まあ、腹いっぱいにしてもいいかなって思うんですけど、さすがにそんなことしたらね、無料のキムチ、みんなのためのキムチを一人占めしちゃったら、怒られると思うんで、それはさすがにね、マナー違反かなと思ったんですけど、いやでもその本当にね、いやこのキムチね、お金払ってもいいから全部食べていいですかっていうぐらい、マジでうまいんだわ。
うん、あの結構ラーメンショップとかって無料でさ、ナムルみたいなね、もやしのお漬物とか、まあ、あの普通のキムチだったり、まあ、いろいろね食べれるのあると思うんですけど、もうね全然違うから、うん、あ、無料だったらね、あ、いっかじゃなくて、これ金払ってもいいから、これね、このキムチ丼みたいなやつメニューに出してよみたいな、うん、これで、ね、これを丼にして食うと最高だぜみたいな、うん、もうそのレベルでした。はい、いやー、やっぱりね、ね、小馬券もそうだし、大券もそうだし、結局ね、今やってるお店以外のところの経験が生かされてるお店すごいよね。うん、もともと洋食やってきた人がラーメンやってるとか、もともとね、和食中華やってきた人が、総合的にね、いろんな料理やってるとか、やっぱね、その別のジャンルを学んできた人、うん、がね、やっぱこのね、料理業界、飲食業界強いなと思いますね、本当に。うん、大賢のあの大庭さんね、店主の大庭さんも、もともとね、このラーメンから始められた方じゃないんで、もともとね、確かに、ね、どっかね、洋食かなんか勤められてて、ラーメンのお店を出されたかなんか、多分独立されたみたいな感じで聞いてたんで、いや、ほんとね、腕があるわ、ほんと。素材も間違いないのはあるけど、腕がすごいね、やっぱり。うん。まあ、なんかね、そのなんか、なんだよ、無料で出てくるね、漬物ごときで一本の動画で、ね、ネタ切れかみたいな、ネタがないんかって思う人もいるかもしれないですけど、いや、そんなことないですからね、まだ編集してない動画、暇な時にね、動画編集しようと思って、全然ね、編集してない動画が今5本溜まってるんで、全然そんなね、ちょっとね、長い動画なんで、編集時間かかるんで手つけてないだけなんですけど、まあ僕編集したらもうそれにずっとかかりっきりになっちゃうんで、まあね、今結構高速道路使わずに下道極めるみたいなやってるから、まあね、なかなか動画編集できてるんで申し訳ないですけど、これネタ系でもなんでもなくて、マジでこれ紹介したかった漬物だろうみたいな、漬物の動画かよみたいに思わないでほしい。だってね、前さ、足柄のサービスエリアの塩辛のさ、これ塩辛が食べ放題のこと知ってますみたいな、あれやったじゃん。あれも結構反響あって、いや、塩辛知らなかったわみたいな、あれうまかった、あれ目当てで行ってハマってますよっていうのでね、そうやってご意見いただいたんで、今回もいや、このゆずキムチはね、絶対紹介しなきゃダメだと思って紹介させていただきました。はい、いや、マジでうまい。うん、まあ、とりあえず VTR の方どうぞ。あー、うまい、うまい、やばい、マジか、めちゃめちゃうまかった。はい、最高です。はい、いかがだったでしょうか。いやー、うまいよね、やっぱね。はい、ぜひね、気になった方ね、お正月もほとんど元旦しか休まないって言ったかな。元旦以外は多分やるかなーって言われてたんで、まあ、ね、言ったけど閉まってるじゃねえかよって言われちゃったらね、それはちょっと申し訳ないんで、ね、そこは自己責任において確認してもらいたいんですが、まあね、いや、食べたいなーって思ってる方、ぜひ今チャンス。はい。ぜひ、お漬物が、一押しじゃないかな。今まで大券で出てきたお漬物の中で、まあ、ランキングつけがたいけども、今回のはもうダントツで1位ですね。2位を大きく引き離して、どれも美味しいんだけど、今回のはもうズバ抜けてうまいね。はい、間違いないってことで、もうね、パイコーメン食べても780円なんですごいお得です。で、それに、まあ、ご飯頼んでもいいですし、まあ、ご飯なしでキムチだけね、待ってる間に食べるのも全然ありだと思いますんで、いや、これね、なんだろう、普通に料理屋さんの突き出しとかね、ね、スナックとか お通しとかでこんなん出てきたらやばいと思うよ。めちゃくちゃこれ何ってぐらいはまると思うよ。うん、いや、だって僕さ、大賢のさ、大庭さん
うん、すごいね、腕は確かなのはもうね、重々承知なんですけど、いや、無料で食べれるお漬物にあそこまでのクオリティ出してくるみたいな、正直前回のキュウリもマジでうまかったんですよ。うん、無料で食べれるね、お漬物出してくるので、まあ、ラーメンショップとか、まあ、あと今日ね、マヤフト行く、なんだっけ、神戸のあそこ、ラーメン太郎か。ね、だからトラックの運転手してると、結構そうやってね、無料でキムチが出てくるラーメン屋って結構ね、皆さんご存知のとこいっぱいあると思うんだけど、どうしてもね、なんかこう、辛いだけとか、なんかこう、あんまりつけてないな、みたいな、こう、キムチ風みたいなところが多い中で、体験はすごいわ。ガチで、その何、漬物一つ手抜きしない、すごいよね、はい、素晴らしいです。まあ、そんな感じで、今回ね、国見の、大剣の漬物の紹介でした。はい、パイコーメンね、見てない方ね、前回の動画見ていただければと思いますのでね、そちらは見てないよって方はそちらの方見ていただければと思います。今回それはね、今回撮影しなくて全然お忍びで行ってたんで、撮影するつもりなかったんで、全然ラーメンのとか撮ってません。なんで、漬物だけの動画になっちゃったんですけど、まぁ、ちょっとね、いや、ラーメンも見たかったなっていう方はぜひ前回のやつ見ていただければと思いますんでね。でうまいから、はい。まあ、そんなわけでね、12月ももうね、半分ぐらいでしょうかね。まあ、中、中旬まで、あっという間でしたけども、まあ、1年ね、もうあと、わずか、はい、やり残したことね、たくさんあるな。まあ、でもね、無事に終われればね、いいかなと思ってますんでね、1年皆さん楽しく終わりましょう。はい、それじゃあね、また、来年、皆さんの元気な姿を。でね、はい、1年の終わり挨拶じゃないですけど、まあ、それはまた別の動画で撮ろっか。はい。もうね、早々に締めくくっても仕方ないんで、まだ動画アップしたやついっぱいあるんで、まあ、年内アップしようとは思うんですけど、はい。まあまあ、焦らず、ぼちぼちね、はい、やっていこうかなと思いますんでね、よろしくお願いいたします。ということでね。もっともっとね、美味しいトラッカー飯、紹介してほしいなっていう方はね、ぜひとも、高評価ボタンの方、いただければと思います。またね、コメント欄の方でね、行ってきたよとかね、ご感想いただければ大変嬉しいです。はい、Twitter、Instagram、ね、やっておりますのでね、ぜひぜひ、フォローしていただいて、交流していただけると嬉しいです。ただね、YouTube のコメント欄とかで全く交流したことないのに、動画ずっと見てますよとかって、いきなり来られても、あれ誰だっけってなっちゃうんで、まあ、なんていうかね、まあ、そういう人はね、ぜひ自己紹介してもらわないと、誰で、ね、どんなトラック乗ってて、どんな仕事してて、何歳の人だっけ、どこ出身の人だっけって、多分僕、YouTube で絡んでないと分かんないんで、まあ、プロフィールとかね、写真とかいっぱい貼ってくださってるアカウントの方はいいんですけど、何もないアカウントでいきなり申請来られて、まあ、申請っていうか、フリーフォローね、鍵垢じゃないんで、普通に来られても、はい、みたいな、なっちゃうんで、まあね、そこら辺はね、ぜひね、こう、覚えてもらえるように、アピールしてもらえればと思うんでね。はい、よろしくお願いいたします。はい。あとね、最近ね、なりすましアカウントが、はびこってるんですよね。おとといぐらいかな、昭和レトロチャンネルさんの生放送に現れて、あとね、トネちゃんさんと、トーニョアングラーさんと、うさこうさぎさんと、和田さん、あとどこだったかな、あと、まあ、いろいろ、JF2、JH2FJW の村瀬さんか、のとことかね、結構、まあ、うちのチャンネルの古株の重鎮の方の、チャンネルとか、もしくはね、そのコメントに対してね、こう、なりすましてコメント返すみたいな、そういうちょっと愚かなアカウントが、できてるんで、まあね、ね、ご注意くださいよということでね、開いてみたらすぐわかります。チャンネル登録5人とか、まあ元7人だったっけ、今5人とかで、なんだよこのチャンネルみたいな。で、動画も投稿0本なんで、まあね、明らかに偽物だなっていうのはね、わかるんですけど、まあね、勘違いされる方もね、ちょっと心配になるかもしれないんでね、一応、まあツイッターの方ではね、随時ね、ここにこういうの現れましたって全部ね、載せてるんですけど、まあね、皆さんにスクリーンショットを送っていただくんで、まあできる限りね、情報はね、皆さんに伝えていこうかなと思うんですけど、ね、一応ね、こうやって YouTube でもね、報告しとこうかなと思ったんで、今回はこうやって言わせていただきました。はい。まあ、そんな感じでね、しょうもない方、しょうもないことしてる人はね、いい年来ないんでね、ね、真面目に楽しくね、なんていうんですかね、こう、人の道に背かず、ちゃんとね、新しい新年がね、気持ちよく迎えられるようにね、一年締めくくりましょうということでね、はい。そんな感じで、皆さんもね、無事に、1年終えられるようにね、はい。
またねいい年迎えられますようにね。はい、まあ、どうしてもねこうね12月になるとこうね締めくくりの挨拶チックになっちゃいますけど、まあでも1年を振り返る動画とかもやりたいんだよな。できるかどうか分かんないよ正直分かんないけど、まあ、生放送でもいいけど、まあ、あの1年を振り返るなんかそういうのやりたいねって思ってますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。 あとねこの T シャツなんですけど、もうね数件ちょっと問い合わせいただいてまして、あの誕生日プレゼントの動画の方で、ね、最後にちょっとねご案内させていただきましたけども、一応ねちょっとね在庫抱えるのがしんどくて、例えばね SML、LL、3L とかを5枚ずつとかね持つともうすごい金額になるんですよ。量産する型を作って量産しちゃえば1万あたり安くなるんですけど、そこまでするには最初型代ってね何万もかかるんですよ。なんで1枚だけで作ってもらったんで、その1枚1枚作ると結構ね1着あたり高いので、まあ、それをね今後量産にしていくかどうかなっていうのがちょっと今微妙なところで、まあ1着あたりで今欲しいって言われるんだったら、まあ作れなくはないですけど、ちょっとね在庫抱える元手のお金が僕ないんで、受注生産みたいなお金をいただいて作っていただくみたいな、そういう風な形しかちょっと取れないんで申し訳ないんですけど、まあちょっとねそうなるとねやっぱじゃあいいわっていうね方も多いと思うんで、ちょっと正直ね欲しい人の手元に届けたいのはね山々なんですが、ちょっとねそこら辺要相談ということでね、ございます。ちょっとねこれ 3L なんですけど、僕 3L だと結構きつかったです。 3L でもね着れる T シャツもあるんですけど、ちょっとこの 3L はきつかった。なんでね僕ぐらいだったら 4L とかの方がいいと思うんですけど、 4L はちょっとね既存のこのサイズこのねカタログには多分載ってなかったんで、ちょっとそこら辺また、業者の人とね相談してまたね考えないといけないんですけど、まあそんな感じでね T シャツの方もね欲しい方が何人かおられたらね、ちょっとね販売の方も考えようかなと思ってますんでね、よろしくお願いいたします。ちょっとね変わります。ちょっとねデザイン変えます。若干、はい、修正します。はい、そんな感じでねまあいいご案内ができればいいなと思ってるんですけど、まだちょっとね指南中で何分お金がお金の資金の問題ですよ。もう毎度のことですけどね、もう何にしてももう本当資金の問題でね、はい、もうパッとね事務所に入ってたらねこうなんかグッズ作る部門でねパッとこう作ってくれるとかさ、そういうのがねあるからいいんだけど、まあねこうやって個人でやってますんでね、なかなかこう元でもなければね、難しいってことでねご理解いただければと思うんですけどね、はい、そんな感じでございます。お金前渡しでもいいからぜひとも作ってください、誰よりも早く俺来たいんでみたいな人がいたら、ぜひツイッターの、ダイレクトメールいただければ、対応させていただこうかな。まあでもあれか、あーでも納期も結構かかるんで1ヶ月ぐらい待ったかな。なんでねちょっとねやっぱり要相談かな、うん、ちょっとまだね案内できる段階ないかなってことなんで、まあまあまあ、もうしばらくお待ちくださいってことでございます。はい、まあ、そんな感じでね連日こう暑くなったり寒くなったりみたいなね、こうなんか東北は寒いのに関東だけ暑いとか、なんかね、なんか中部地方めっちゃ晴れてるのに関東寒いとかね、そんな感じでね行く先々で気候がね、逆に東北が暑い時もあるしさ、なかなかこうね温度変化がすごいなんか一桁しかない時もあれば、まあ、15度16度って時もあるし、まあ、本当にねなんていうかな、風邪ひかれたりとかね体調崩したりされる方ね出ないようにね、ぜひとも健康で過ごされてくださいよってことでね、はい、栄養あるもの食べてね暑い風呂入りましょうってことでね、まあ、ヒートショックにならないようにっていうのはもちろんなんですけども、まあ、みんなで気持ちよくね新年迎えられるようにね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、今年はねちょっと年越し配信とかできないかな、多分仕事もがっつりやりたいなって思ってるんで、まあどうなるかまだ分かんないですけど、まあまあ先のことはまあまあいつも分かんないことなんで、まあいいでしょう。はい、それじゃあまたね次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバーイ。